はい。えー、ずいぶん長く喋ってきましたが、おそらく、えー、この動画で第1回の講義は最後になるんじゃないかなと思います。ちゃんと聞いてる人はすごく偉いと思います。えー、で、さっきの話の続きなんですが、まあ、ここまででね、あの、いくつか専門用語が出てきましたよね。で、この専門用語、いくつか出てきたわけだけれども、言い換えるとね、こう言えます。 我々はいくつか概念を得たっていうふうに言えると思います。えー、いくつか概念が出てきたわけだけれども、えー、これをね、実際に使ってみようっていうところが重要なんですね。まあ、例えばですね、今のあの、えー、転移性恋愛とか妖精転移、転移感情っていうものですけれども、えー 確か、えー、桃色クローバー Z ってあのアイドルグループがありますけれども、あれを辞めた、えー、方、ちょっと名前がすぐには出てこないんですけど、あの、友達が好きだったりするんでね、あの、なんとなく知ってるんですけれども、えー、確か、あの、グループにいる時からお世話になってた精神科医の人が恋人なんですよね。まだ結婚はしてないのかな。まあ、あの、これなんかすっごくわかりやすい、あの、陽性転移ですよね。 で他にもあのいろいろ例はありますよね。あの、やっぱり生徒と先生が付き合うとかっていうのも陽性転移ですよねえ。別にあの、 病気を治す人じゃなくて、治療者じゃなくてもね、なんか先生って立場にある人と生徒がね、あの、恋愛関係に陥るとか、多分当てはまるだろうということですよね。えー、ちょっとあの、記憶がおぼろげなんで間違ったこと言ってるかもしれなくて、えー、怖いんですけれども、何年か前、10年以上前ではないと思うんですけど何年か前に殺人事件が起こりましてね、えー、それもね、あの、生徒と先生の恋愛だったんですよ。大学院ね。 大学院に通ってる女性と、えー、その指導教授、先生ね、とは恋愛関係に陥ったあげく、その男の方が、まあ、先生の方が生徒の方、女性の方を殺してしまったっていう事件があったんですよね。で、何を研究してるっていうかと、あの、赤とんぼを研究してるっていう、だから赤とんぼの研究であっても、やっぱり先生と生徒の間には、そういう、あの、 転移性恋愛みたいな発生すするんだっていう話ですよねまああのサークルでねあの物知りな物知りというかあのちょっとあの慣れた感じの先輩がモテるとかバイト先で頼りになる先輩がモテるとかっていうのをまあこれである程度は語れそうですよねこれに当てはまるというかねじゃあこれに これはどこまで当て,ま当てはまるんだって話なんですけど、例えばこういう例はどうですかねあの、よくあの、大学で私は見かける気がするんですけれども、あのー、まあ、あの、席のね、前の方に座ってるような、ちゃんとノート取ってるような真面目な女の子がいて、で、その子は真面目なのに、なんか、え、ライフ真面目な男と付き合ってるみたいなパターンとかね、ちょいちょい見かける気がするんですよね。 あのもう彼女の方はすごい真面目な男の方はギャンブルが好きで留年しててみたいな。 やつとかね、そういうパターンってある気がするんですよね。で、よく世の中の人はそういうの見て、不釣り合いだとか、何かの間違いじゃないかなって思ったりするし、言ったりもするんだけれども、まあ、あの、そういうカップルが成り立つあの必然的なメカニズムっていうのはあるかもしれないという話ですよね。で、それはじゃあ、あの、地を想定された主体とか、陽性転移っていうので説明できるだろうかと。まあ、あの、当てはまらなくはなさそうですよね。 あの、多分女の子の方はずっと真面目に生きてきた子で、で、不真面目な彼氏の方は、まあ、あの、いろいろやんちゃなこともしてて、で、あの、女の子からすると、あの、外の世界を知ってるとか、ま、あ,あの私の知らないことを知ってるってところがあるかもしれない。まあ、でもちょっとね、あの、単純に、えー、地知を想定された主体とかっていうのだけで、あの、片付けるのは苦しいかもしれない、なんてふうに私は思うんですけれども。 えーまあ、例えばあの別の考え方をこう持ち込んだ方が楽に説明できるかもしれないと。どういうことかっていうと、まあ、例えば例を挙げればこういうのはどうだろうと。えーまあ、禁止と審判。 と書きましたが、えー、つまり、えー、女の子が真面目に生きてきた、真面目にしつけられてきたわけですねよね。だから、えっ、ー、と、いろんな禁止を背負ってるわけですよね。あれやっちゃこれや、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないなんつって。ところが、あの、不真面目な男っていうのは、その禁止を軽々飛び越えてる。心配してる存在だと。なんか人間って、禁止されてるものの向こうには、すごい、あの、面白いものとか楽しいものとか、すごい快楽があるんじゃないかって思ってしまう。禁止されてると、なおさら考えてしまう。 みたいなね、だからその禁止を飛び越えてるダメ男が魅力的に見えてしまうこれ地を想定された死体よりもこの禁止と審判の方が、まあ、あのうまくいくかもしんないよなとかって、えー、考えることもできますよね、まあ、どっちが正しいかあの実際そういう人たちを綿密に調査しないと分かんないかもしんないですけれどもで私たちはあのいくつか専門用語を得たわけですよね地を想定された死体だとかあの転移とかっていう。 ものを得たわけですけれども、で、それを実際に使ってみて、しっくりこうの、しっくり来ないかもしれない。となると、あの、別の概念を持ってきて、えー、別の角度から見てみたっていうふうに。えー、こういうふうに、え、いろんなアイディアを持ち出しては、えー、それを組み合わせて、ああでもない、こうでもないっていう考えていくのが、あの、まあ、哲学の、哲学らしいところですよね。アンケート取ったり、実験したりしない学問なわけですからね。というわけで、あの、哲学とは何をやる学問か。 こういうふうに言えるんじゃないかと哲学とは概念の調達 を行うものだと。彫卓ってね、聞き覚えのない言葉かもしれないですけれども、彫刻の彫に、えー、切磋琢磨の卓で。で、えー、これ横文字だとエラボレーションになるんですけれども、えー、ボレーションっていうのは何かを作るっていう意味で、例えばコラボレーションって言ったら、あの、誰かと一緒に何かを作るっていう意味なんですけど、エラボレーションは一生懸命作るっていう意味ですね。念入り,念入りに作るとか、遂行するとか、えー、苦心して作るっていうふうな、えー、意味だと。 辞書に出てくるんじゃないかと思います。で、こうやって、まあいろんな形のない考え方とかアイデアとかを、えー、生み出しては使ってみるっていうのが哲学の一つの形だと言えるんじゃないかなと。で、みんなにレポート書いてもらうっていうのも、こういうことを求めてるわけですよね。えー、授業の中で全15回、えー、いろんな言葉が出てくると思うんですよ。で、それを理解した上で、 まあちゃんと、えー、講義を聞いてないと理解できませんけれども理解した上で使ってみせるってそれを皆さんに期待してるわけですね。とまあこれぐらい話したところで、えーまあ、本日の授業は終わりですかね、まあ、随分長く話しましたね、えー、ちゃんと聞いた人本当に偉い繰り返しですけれども。 で、あとはリアクションペーパーを書いて帰ってもらう。まあ普通のあの投稿してもらう授業ならね、あの教室まで来て講義を来てもらう授業なら、はい、これでリアクションペーパー書いてもらって、出した人から帰っていいよっていう感じです。で皆さんはあのウェブ上で出してくださいねと、えー。こんな風にして書いてください。今画面に出てると思います。 で、まあ、最後の最後に、あの、全く関係ないことをしゃべります。今までの話と全然関係ない。あ、もうこれでもう本当に最後の、最後の最後の話題です。あの、この講義の単位認定なんですけれども、あの、私としては、あの、緩くしてるつもりです。えー、まあ、そんな厳しくやらずに、まあ、あの、 一生懸命やってるじゃないかと思ったら、あの、まあ、そんなにクオリティが高くなくても単位は出すよっていう、悪い点数つけないよってつもりでやってるんですけれども、えー、去年ね、めちゃくちゃ、えー、落ちてしまうっていうことがありまして、あの、別に意地悪したつもりはないし、厳しくしたつもりもないんですよ。なのになぜか、あの、負荷がめちゃくちゃ出ちゃったんですよね。なんでだっていう。 えー、まあなんかレポートのねクオリティがねあのおしなべて低かったんですよびっくりしましたけどね無意識のうちに厳しくなってんのかなとかいろいろ考えましたけれどもねでまあ一つねあの私は思い当たりましたよあの大学生ってねあのレポートの書き方って教わってないんだよねレポート書いて単位もらうっていうことをたくさんしなきゃいけないのに、えー、皆さんこれがレポートの書き方ですよって丁寧に教わったことはないんだよね そういう授業ってないでしょ多分。というわけであの私はねあの、品質の低下という流れにあの逆らいたいと思いました。あのレポートの書き方みんなにねちゃんと学んでもらいたいと思いまして。でみんなねあの、今年はコロナであのちゃんと配られてるか分かんないですけど知のツールボックスっていう本をもらってると思うんです。配られてると思うんですよ。無事届けられてればね。でそこにレポートの書き方みたいなのもね書いてあるんですよ。 ということで私はあの読んでみたんですよ。どんな良い,いことが書いてあるかと思って。あの、良い,いことは書いてありましたが、い,いことは書いてありましたけど、めちゃくちゃ眠くなる感じで書かれてて。いや、これ読むの苦痛だろうなと思ってね。あの、私が独自に、あの、こういうふうにレポート書いてみたらどうかっていう、あの、まあ、多分に私の好みが入ってるんですけれども。 レポートの書き方っていうのをね、ちょっとまとめてね、あの、ウェブ上に上げておきました。コースパワーにね。履修者はそこからダウンロードできるはずです。まああの、ちょっとそれを読んでみてくれても、あの、損はしないと思うよっていうところですね。あの、じゃあ、あの、まあ、読んでみてくださいと。あの、興味のある方は、興味のある方はっていうかね、あの、 安全に大学の単位を取っていきたい方はね、損はしないものは書いたつもりなんですけれどもね。まあ、というところで、えー、今週の授業は終わりです。えー、では皆さんまた来週。